週もくのじゅんチャンネルの時間がやってまいりました。よろしくお願いします。最近出た本を紐解きながら、歴史の捉え方をお伝えするシリーズということでですね、まあ本当に、ね、毎回言ってますけれども、2年半前からもうウクライナ侵攻が、ロシアによる、ね、侵略が、収まりません。でそんな中で情報戦、歴史戦ということで、まあ戦争の中で情報戦が戦われてますし、その、 背景とかを考えるときに、その歴史認識問題というのが避けられません。つまり歴史戦というのも、好む好まざるにかかわらずふっかけられているところがあるわけですね。でそんな中でやっぱりウクライナ関係を考えるときにはですね、やっぱり日米関係、アメリカとの関係というのもしっかりと踏まえて、歴史的なところも、理解した上で、考えなければいけないということもあるので、今回この本を選びました。はい、村田浩二先生の、大統領たちの50年史、フォードからバイデンまでということで、新潮選書から今年の9月に出ております。でつまり大統領選挙直前に出たわけですね。まだ、大統領選挙の、結論が出れない、段階で出ました。だから今みんなトランプが当選したって知ってますけど、トランプなのか、カマー・ハリスなのか分かんない段階で書かれたという意味ではですね、まあそのあたりの客観性はあるという言い方もできるわけでございますけれども、Amazon の紹介文から引いておきますと、ベトナム戦争に始まり、冷戦終結、911、グローバル化、イラク戦争、貧富の格差、米中対立までの50年、カーター、レーガン、ブッシュ、フシ、クリントン、オバマ、そしてトランプと最強の超大国を動かした9人のリーダーたちの功罪と知られざる内幕を一気読み、次のアメリカを 見通すための政治外交史の決定版ということで、はい、まあ、村田先生のプロフィールをちょっと後ろからちょっと前後しましたけどね、引いておきますと、村田浩二、1964年、神戸市生まれ、同志社大学法学部卒業、神戸大学大学院法学研究科博士課程修了、博士括弧政治学。これね、昔ね、10年前とかの本だとですね、よく同志社大学法学部卒業、茶道部中退とかなぜか書いてあったんですね。なんかアメリカ外交というなんか新書とかではそういうプロフィールで書いてあって、みんなで、ね、あははとか笑ってた覚えがあるんですけれども、最近はちょっとそういうのが廃止されたみたいです。はい。ちょっと続きいきますよ。ジョージ・ワシントン大学留学、広島大学総合科学部助教授、同志社大学法学部助教授などを経て、2005年より同教授、2013年から2016年まで同志社大学学長を務める、著書に大統領の挫折、カーター政権の在韓米軍撤退政策、こちらアメリカ学会清水博賞やサントリー学芸賞を受賞しています。戦後日本外交史協調吉田茂賞受賞、トランプ対バイデン、冷たい内戦と危機の20年の狭間、映画はいつも眺めのいい部屋、政治学者のシネマエッセイなどということで、まあ政治学、政治外交がご専門なんですけれども、その特にアメリカとか日米関係のね、で、その傍らで、まあアメリカ の映画とかですね、そういう、文化面にも大変明るい先生でいらっしゃいます。で、この本の、まあ、50年史っていうのは、このジョージ・ケナンが書いた、まあ結構有名な本ですね。アメリカ外交50年っていうのがあって、その50年の幅をずらしてですね、この、今年までの50年という区切りで、アメリカの大統領の、まあ、刻んできた歴史というのを取り上げています。で、もちろんこれは大変な、対策でございますのでですね、この、短いチャンネルの時間で、全部を取り上げられませんから、まあ、特にですね、こういうトピックを考える際に、ちょっと踏まえるべきところを拾い読みして、皆さんと共有していきたいと思うんですけれども、まずですね、こういう本を読んだときに私としては、あるいは皆さんにも共有したいトピックとしてですね、その日本のこれまで取ってきたスタンス、もちろんこれは今後どうすべきかという展望も含みますけれども、その日本のこの政策というのはですね、アメリカへの従属だったのか、それとも実はなんかいろいろ割を食わされてるふりをしてアメリカを利用もしてたのか、そのあたりですね。これね、だからもう日本はアメリカの従属的なね国だったと、アメリカに言いないになってきたと言って、だからアメリカとの関係をなんか清算しなきゃいけないみたいなこと言うのは、それは簡単なんですけれども、でもいきなりそれできますかということだし、かつその中でもしたたかに生きてきたその日本というね、そこの部分をちゃんと我々は理解しないといけないわけですよね。もちろんこのままの今のままが一番いいなんて私も思いませんけれども、そこを丁寧に読み解くことも重要だろうと。それともう一つ、アメリカに従属するにしても、アメリカを利用するにしても、まあ従属はしちゃダメなんですけどもね。で、じゃあ当のアメリカはですね、じゃあ何と戦ってきたのかと。で、
1951年に日米安全保障条約を結んでから、まあ、9年後に改正されますけれども、で、アメリカと日本は同盟国じゃないですか。で、同盟国として同盟相手がじゃあ何戦ってんのかっていうのを、これちゃんと日本国民は、まあ、一部の政治家はともかくとしても、日本国民はこれ分かってきたんでしょうかねっていうところですね。そういうのを、まあ、このアメリカ大統領の歴史を見ながら我々も考えなきゃいけないと思うんですね。はい、まあ、もちろんこれは決して村田浩二先生著者が話題の中心に据えているわけでは必ずしもありません。まあ、それを先にお断りしておきます。で、その広い読みの第一弾ですね。すいません、もうフォードとかカーターには申し訳ないんですけれども、はい、レーガンからいきましょう。はい。